アルバトロスよ。170円で関西を駆け巡れ。中編。京都府木津川市鴨町にある鴨駅に来ています。大阪駅から新大阪駅に行く途中です。前半では大阪駅から京橋駅は大阪環状線、京橋駅から花店駅は学研都市線、花田駅から久宝寺駅は大阪東線、久宝寺駅から鴨駅は大和寺線、こんなルートで鴨駅にやってきました。こんにちは、アルバトロスです。ジェイです。さあ、亀山行き普通列車に乗りましょう。キハ120型機動車は鴨駅を発車します。鴨駅がある京都府木津川市は木津町、山城町、鴨町の3町が2007年に合併してできた比較的新しい市です。奈良市が一番近い都会ですが、京都市や大阪市へのアクセスも良好なため、各都市のベッドタウンになっているようです。しかし、東亀山方面へは単線非電化の関西本線、今乗っている路線しかなく不便です。実際、この動画を撮影した翌日、雨のため運転を取りやめています。こんな案内を別の駅で見ました。今日は雨が降りそうにないので、このまま大回り乗車の旅を続けることにします。亀山行き普通列車は笠木駅、大河原駅、月ヶ瀬口駅、島ヶ原駅に停車し、伊賀上野駅で5分停車中です。伊賀上野駅は三重県伊賀市にあります。実際には伊賀上野駅の一つ手前の島ヶ原駅から三重県です。
伊賀市は伊賀忍者の町として知られていますが、同時に松尾芭蕉の出身地としても知られています。駅に芭蕉の俳句がありました。やがて死ぬ景色は見えず、セミの声、意味はわかりません。伊賀上野駅は伊賀鉄道伊賀線の駅でもあります。乗り場案内の看板が素敵ですね。お待たせいたしました。12時21分発津軽方面亀山行き発車いたします。亀山行き普通列車は伊賀上野駅を発車します。関西本線は3つの顔を持っています。1つ目は大阪方面から鴨駅の電化区間、先ほど乗った区間ですね。2つ目は今乗っている単線非電化区間、鴨駅から亀山駅までの区間です。そして亀山駅から名古屋駅まで続く電化区間、こちらは JR 東海の管轄です。亀山駅から JR 難波駅までの JR 西日本管轄の関西本線を乗り通した動画もございます。概要欄からご覧ください。どうも JR 西日本をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は次の方面、この列車は全面展望をご覧いただいていますが、架線がない単線非電化区間は最高ですね。私が下車する津軽駅の一つ手前の新道駅に停車しています。亀山行き普通列車は新道駅を発車します。1両編成、せいぜい2両編成の列車しか走っていない路線の割にはホームが長いと思いませんか。もともと関西本線は関西鉄道もしくは関西鉄道が敷設した路線で、国が運営する今の東海道本線と競合していました。そのため特急などの超編成の列車が走っていました。長いホームはその頃の名残です。自動放送が言っていましたが、津軽駅は関西本線と草津線の分岐駅です。草津線は三重県伊賀市にある津軽駅と滋賀県草津市にある草津駅を結ぶ電化単線の路線です。結局今回の大回り乗車の旅で気動車に乗ったのは関西本線のみで、津軽駅以降は全て電車の旅でした。津軽駅に到着しました。ここでは20分ほど乗り換え待ち時間があります。ここは津軽駅ですが、忍者駅と呼ばれる伊賀上野駅への乗り換え案内があります。五線橋の上り口には
ご丁寧にも忍者の人形があり、乗客を忍者駅に誘導しています。レンガ造りのランプ小屋です。1890年の開業時に建てられた建物で、危険物を保管する倉庫だそうです。保線橋の柱に違和感があったので、近づいてみると、どうやら使用済みのレールが再利用されていることが分かりました。すでに到着していた草津線の方向幕といっても種別の表示ですが、回転していました。行き先は LED のため映っていませんが、種別表示の幕は回転しています。快速の表示が何回も出てきますが、微妙に種別が違うのでしょう。新快速の表示もありました。この電車は新快速として走ることがあるのでしょう。結局回送の表示に落ち着き、電車は行ってしまいました。臨時列車が到着するとアナウンスがありました。見慣れない列車が入線します。何でしょうか。よくわかりませんが、線路の検査をする列車でしょうか。信号通信系統と軌道系統の測定を同時にできる列車のようです。在来線のドクターイエローみたいな感じでしょう。そんな感じかな。菊屋141の1という車両のようです。2両目は木屋141の1です。菊屋と木屋の違いはよくわかりません。不思議な木屋141は柘植駅を後にします。関西本線の非電化区間を検査するのでしょうか。ちなみにこの編成はドクターウエストの愛称があるそうです。先ほど回送列車として一旦引っ込んで、ドクターウエストとのすれ違い待ちをしていた電車が戻ってきます。草津行き普通電車です。ボタンを押しドアを開け、電車に入りましょう。車内はガラガラで、貸し切り状態でした。草津行き普通電車は、柘植駅を発車しました。草津線は三重県と滋賀県を結ぶ路線ですが、柘植駅以外はすべて滋賀県にあります。1号車に出発をございます。次は油木です。
草津行き普通電車は油日駅に停車し、甲賀駅に停車しました。この駅は滋賀県甲賀市甲賀町にあり、前述の忍者駅、伊賀上野駅がある三重県伊賀市と隣接しています。有名な伊賀流忍者の発祥の地と甲賀流忍者の発祥の地が隣同士というのは面白いですね。草津行き普通電車は寺小駅、港南駅に停車し、やがて日部川駅に向かいます。木部川駅は滋賀県甲賀市にある JR 西日本信楽高原鉄道近江鉄道の駅です。信楽高原鉄道の信楽線は 14.7 キロの単線非電化の路線で、木部川駅と滋賀県甲賀市の信楽駅を結んでいます。近江鉄道本線は木部川駅と米原駅を結ぶ 47.7 キロの電化単線の路線です。草津駅は今乗っている草津線と東海道本線、通称琵琶湖線の駅です。正確には琵琶湖線は大阪駅から米原駅の東海道本線と、米原駅から長浜駅の北陸本線を意味します。約120キロの複々線区間は、ここ草津駅から兵庫県の西明石駅まで続きます。草津駅の乗降客数は県内1位、次いで隣の南草津が2位です。いずれも新快速が停車する駅です。無料特急と言われる新快速の効果は絶大で、草津市の人口は年々増えています。新快速で京都駅まで約20分、大阪駅まで約50分と大都市へのアクセスが良好なので、京都市や大阪市のベッドタウンとなっています。ところで草津駅の改札内にはコンビニがあります。大回り乗車をするとき一番困るのは飲み物と食べ物です。改札内に飲料の自動販売機があることが多いので助かりますが、食べ物はそうはいきません。草津駅改札内のコンビニで食べ物と飲み物を調達して、残りの大回り乗車を続けましょう。この動画の続きは次の動画でお楽しみください。当チャンネルでは主に鉄道による旅行に関する動画を公開しています。当チャンネルがお気に召しましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。また見てね。